足利義勝は、室町時代中期の室町幕府第七代将軍。六代将軍、足利義則の着難で諸子。永京6年2月9日、六代将軍、足利義則の長所師として誕生した。母は、側室の日の重子であるが、正室の大木町三条陰子の勇士となり、正子として認められた。幼名は、千夜茶丸と名付けられた。同年3月3日、 畑山も地区に帝で一泊した後、翌4日に、万所通じ、伊勢貞国の屋敷に入った。その後、伊勢邸で養育され、室町大に入るまでの8年間を過ごした。柿津元年6月24日、柿津の変が起こり、父、吉則が赤松三助に殺害されたため、26日に、千夜茶丸は室町大へ移された。そして、完了。 細川持ちこれら大名に要されて後継者となることが確認された。同年8月19日、千夜茶丸はご花園天皇より、吉勝の名を与えられた。また、小族、上方は同行のままであったものの、これより後は室町殿と呼ばれるようになった。過吉2年11月7日、吉勝は関白、二条持元を烏星親として9歳で元服した。 また、合わせて、将軍宣言が行われ、吉勝は将軍職を継ぎ、第七代将軍となった。過吉3年6月19日、朝鮮王の施設である朝鮮通信使が入居し、吉勝は施設と室町殿で会見している。この時、幕府は吉勝が年少であることや、多額の護衛費用を理由に入居を断ろうとしたが、 施設から吉典への弔意を伝えるためとの説明を受けたため入居をしぶしぶ認めた。朝鮮通信史は50期に及び、学隊も従えていたため、朝廷、幕府の要人は、幼少の吉勝をいかに念があるように見せるか苦悩したのではないか、と、江の木原正春は推測している。同年7月21日、 吉勝は室町大で死去した。去年10、在任わずか8ヶ月であった。死因は落馬、暗殺など諸説があるが、赤痢による病死が有力であるとされている。公認の将軍には、僧侶になることが予定されていた、同母帝で8歳の三春が選出された。だが、吉勝、吉政と幼少の将軍が2代続いたことから、 朝廷や有力守護大名の幕政への関与が続き、将軍の権威が大きく揺らぎ始めることになった。吉勝は、幼年で政治能力がなかったため、細川持これが実権を掌握し、カキの乱を起こした三つ助の討伐を主導した。また、第初めの特性を求めたカキの特性一揆などを平定した。餅これの官僚辞任後、畠山餅国、山名餅とや、 聖母の日野重子らが実権を握った。母書は暗黒寺慶運院にあったとされるが、消失したため現存せず、遺骨等も所在不明となった。木像は当人に現存している。木像は束帯姿であるが、吉勝は三大経験もなく指揮をしたため、側帯を着用する唯一の機械であったと思われる、朝鮮通信使との対面が参考にされたという見方もある。 県人寺の達中、霊源院には、吉勝が描いたという、だるま図が現存している。図上にある、後世流派の山によると、吉勝10歳の時、家臣の千秋持ち木に描き与えたものだが、ほどなく、吉勝は溶接、持ち木はこの絵を見るたびに、水母の情にこらえきれず、後世に帰産を求めたという、ありがとうございます。